皆さんこんにちは。報徳学院学習部の室戸氏です。今日から数学の新しいシリーズが始まります。それは1日5問問題練習というシリーズです。これは平日に1日5問ずつ問題を解いて数学の力をつけましょうというシリーズです。このシリーズの中で初めて出てくる学習項目についてはこの動画の上部にその項目を学習できる動画のリンク先が表示されるのでそちらも利用して学習を進めてください。基本的にこの動画は復習という形で学習を進めていきます。では中1数学1日5問問題練習第1日目これに入ります。四角1問題を解きましょう。括弧1次の分数を約分しましょう。こういう問題です。約分というのは分数をなるべく簡単な形に変えることでしたね。丸1、10分の8、この分母と分子見るとどちらも2で割れるので10も2で割る、8も2で割って10割る2は5ですね。8割る2は4、こうなりますね。もうこれはどちらも割れる数はないので答えは5分の4、これが10分の8を約分した分数ということになります。丸に12分の3、分母と分子どちらも3で割れるので3で割ります。12÷3は4、3÷3は1となるので約分するとこれは4分の1になります。括弧に次の分数を通分して大きさを比べ不等号を書きましょう。こういう問題です。通分というのはこの場合2つの分数の分母を揃えるね、そういうことですね。丸1、3分の2と5分の3があります。分母を見ると3と5ですね。3と5の最小公倍数は15なのでこの分数分母を15に揃えます。ちょっと空いてるところにやりますね。3分の2これは15分の3、515と5をかけたので分子の2も5をかけて2個10こうなります。3分の2は15分の10です。次5分の3です。5分の3を分母15にしますね。5、3、10で5に3をかけたので分子の3にも3をかけます。サザンが9と、ね、3分の2は15分の10、5分の3は15分の9となりました。これ分母が揃っているので分子だけを比べたら大きさがわかるんですね。分子は10と9ですから3分の2の方が大きいとわかるので不等号はこの方向になりますね。3分の2大なり5分の3とこうなります。丸2です。4分の3と8分の7です。この場合は前の4分の3の分母を8に揃えればいいんですね。4分の3、これを8分の2するとこれ2をかけましたから分子の3にも2をかけて3人が6となります。4分の3は8分の6、後ろは8分の7です。分母が揃ったので分子だけ比べると6と7ということなので8分の7の方が大きいと分かるので不等号はこの向きになります。では次は四角の2番に移ります。次の計算をしましょう。括弧3、119÷7 ですね。3桁割る1桁の計算、筆算でやってみましょう。119÷7 ですね。1の中に7はありませんよね。ですから100の位に数字は立ちません。次に11の中に7が1つあるので10の位に1が立ちます。で7、1が7とで引き算をすると11-7で4ですね。そしたら下の位を下ろして49。49÷7はこれ7、7、49ですから7が当たって7
7、8、9と割り切れましたね。答えは17になります。括弧4番、7分の2たす7分の6、これ分母が揃っている分数ですから、分母はそのままで分子だけ足せばいいんですね。つまり2たす6、こうやって考えて7分の8、これが答えになりますね。もちろんこの部分省いても構いませんね。基本的にこのシリーズでは分数は仮分数で表していきます。括弧5番、 8.2-1.72、 小数引く小数の計算です。この場合は小数点を揃えて筆算をしましたね。つまり 8.2-1.72、 こうなります。一番下の 1.72 の上に何もないんですけれど、ここには0が来ます。0から2は引きませんから、上から1つ借りてきます。10-2は8ですね。で、次は1から7引けないので上から借りていきます。11-7で4、小数点を下ろして7-1で6、 6.48、 この答えは 6.48、 このようになります。今回は中学1年生の学習の第1日目で、小学校の学習の復習、これをやりました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、いろいろな問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。